佐川の上下の内訳と、あと、ポカカの弱い左プレートをやろうかなと思うんですけど。やってる最中にあの意識してもらった当たらないところでのジャブを出すことですね。はい、お願いします。はい、お願いします。まだあのここでカラ打ちします。カラ打ちって言います。そうです、そうです、そうです。でジャブだけでいいので、もっと、はい、気合い入れてください。そうです、そうです、そうです、そうです。そうです、OK です。で今度1回見せてから2回目でやってます。そうです、1回目ちょっと弱いですよ。しっかり出す。そうです、そうです、そうです。おっ、反応させて、あ、来ないんだなと思ってから、しっかり当てる。そう、ナイス。ただ、1回目で止めれるなら、今度1回目の後に僕出すので、そこを見極めてバックステップしてください。そうです、そうです、そうです。これけど、その後会場も来てたよね。あ、そうです。はい。それもうまいね。そう、ナイス。当ていかなくていいですかね。当たればまず、ラッチングラインですよ。そうです。はい、ナイス。はい、次戻します。ジャブ。そう、いいっすね。距離いいっすよ、ワン、ツー。いいっすね、元。いや、手なくそう。そう、一撃良かったっすよね。そう、いいっすね、ジャブ。そう、ストレートまでいきましょう。はい、上に、あ、じゃああれにします。見せて、押して、ボディス。特にここなんですよ、当たるのは。足が止まるその辺ね。はい、ここだともう、もう。そう、9割ボディです。そう、で、フックも見せてくださいね。そう、ストレートでもいいっすよね、どっちもいいっすよ。いや、どん、疲れてます。よし、しゃがんだ、このシャノミの力です。そう、今だと目線もそこ行ってます。そう、ちょっと右まで行けるじゃないですか。はい、ジャブ、一回ジャブ動き戻しますよ。はい、僕足だけ動かしましょう。そうです、距離は間違いないですよ。こうですよ。はい、そう、いいですね。そう、いいですね。はい、今度右から行きましょう。2、1、捨てて、ボディ。よっしゃ、もうちょっと体勢できてるので、足を前に出した方が安定します。今あれだよね、前に出る。はい、いいいいいい、あー、もっと右ストレート我慢していいですよ、打つの。いいいい、上から落とします。はい、今、どんどんこうってやるんですよね。どんどんどん、はい、一回ボディだけやりましょう。上から、いい、そうです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 。そうすると、いい、そうでもらわないです。いいはい、ずらしていきますよ。そうです、そうです、そうです。もっと足曲げます、膝曲げます。そうすると、ここなんですよね。はい、ただ今のもうちょっと遠くで当たってると思います。はい、こうなってるんで。はい、そうです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 。もう一回いきます。はい、ジャブで呼吸戻しますよ。はい、ごく、そうで、出し止めない、ガード上げ下げない。そうです、こっち行くときだけ行くからね。そうです。はい、はい、最後ワンツー強くいきます。よっしゃ、一つ一つテンポを決めて。いいっすね。いいっすよ、どっちもいいっす。おい、今のいいっすね。いいっすね。いや、今のストレート、ボディありきの感じでしたけど。